ねえ、本物の黄金って見たことある？あ、黄金、うん、私なりに犯行グループの構成考えてみたんだけど。僕も書いてたんですよ、小説。その噂本気で信じてるん？誰かがある目的を持って起こした事件。入手ルートから犯人に近づこうってわけだ。やめろ。地下金庫から240億の金塊が消えたって。240億？相手分かったわ。危険なことに足突っ込んでる。もう子供じゃないだろ。人間本物か偽物かの見極めが大事なんだよ。いいんだ。本物？誰か？お目覚めか？大佐君とか。本当に終わりなの？本物の黄金見たことあるか？皆さんこんにちは、石橋アンナです。私が黄金を追う理由第2話、皆さん見ていただけましたでしょうか？最後オフィスが荒らされて、私吉友が倒れてるところで終わったと思うんですけども、さて無事なんでしょうか？一体誰がやったんでしょうか？3話は新たに浅野忠信さんが登場します。皆さんお楽しみに見てください。